もうこんな時間か。どこかで食事でもして帰ろうかな。俺は鳴川英治、25歳。1年前まで大手 IT 企業で働いていたんだけど、訳あって退職。それから再就職もせず、好き勝手に生きている。ん？電話？げえ、クズキからか。よう英治、元気にしてるか？まあ。電話をかけてきたのはかつての同僚だった。クズキは同期の出世頭で、おまけにイケメンで陽キャ。上の人間からも可愛がられていたけど、俺は高圧的な態度がどうも苦手だった。お前、未だに無職なんだって？知り合いが言ってたぞ。平日の真っ昼間からお前が私服で街をうろついてたって。それはみんな心配してるぞ。俺のことを何かとバカにしてたクズキが心配だって。哀れんでるの間違いじゃないのかな。ま、それはともかく、無職なら暇だろ。飯に付き合えよ。確かにちょうど夕食にしようと思ってたけど。安心しろよ、サシじゃねえから。うちの部署の連中と一緒なんだ。お前の知ってる顔もいるぜ。そっか、クズキだけじゃないのか。遠慮するなよ。いい飯食えばいい就職先が見つかるってな。そこまで言うなら。場所は？会社時代、クズキには散々嫌味を言われたけど、もしかしたら心を入れ替えたのかもしれない。俺は期待を胸にクズキたちが待つお店に向かった。ところが。それでは新しい出会いに乾杯。乾杯。あ、エイジ、こっちこっち。騙された。向かった先で待っていたのは合コンだった。どうやら男性のうち一人が参加できなくなったようで、俺に白羽の矢が立ったらしい。クズキさんたちがお勤めの会社って有名なウェブサービスをたくさん持ってますよね。私利用してるサービスありますよ。ありがとうございます。あ、でも実を言うと、今回飛び入りで参加したこいつだけは同僚じゃないんすよ。1年前に退職したので。え、そうなんですか。じゃあ今はどこにお勤めなんですか。勤めてはいません。それって無職ってことじゃん。頑張ってくださいね。応援してます。なるほど、俺は引き立て役として呼ばれたのか。そちらの皆さんは化粧品メーカーにお勤めなんですよね。やっぱりクズキ、何も変わってないみたいだな。はい、広報チームのメンバーなんです。そうそう、うちのリーダーはすごいんですよ。なんと学生時代モデルをやってたんですね、葵。もう昔の話ですよ。いやいや、まだ現役で通用するんじゃないっすか。自分もそう思います。葵さん超美人ですもん。もう皆さんお上手なんですから。確かにすごい美人だ。メイクも上品だな。さすが化粧品メーカーの人だ。笑顔も素敵だ。しかも俺みたいな場違いな人間にも微笑んでくれるとか、天使だろう。トイレに逃げ込むのをこれで2度目か。さすがにこれ以上席を外すのは不自然だよな。あの、浮かない顔をされてますけど大丈夫ですか？ああ、お気遣いありがとうございます。まあ、平気です。そうだ、ちゃんと自己紹介していませんでしたよね。私、ヒイラギアオイと言います。そういや、俺が来る前に自己紹介は終わったんだったな。ご丁寧にどうも。俺は、まあ、名乗るほどのものでもないんですけど。そうなんですか。確か、エイジさんって呼ばれてましたよね。はい、なんか、すみません。飛び入りで参加したので、服装とか超適当で。まさか合コンだとは思わなくて。え？知らずに参加したんですか？実は。なるほど、そういうことだったんですね。実はちょっと変な空気だなって思ったんです。まあ、どのみち合コンは得意じゃないので、一次会が終わったら素直に退散します。そうですか。戻りますね。あら、この香りって同じ匂い。奇遇ですね。もしかしてうちの香水を使っていらっしゃいます？あ、はい。さりげない香りなので気に入っていて、男性が使っても女性が使っても違和感ないのがいいですよね。ええ、ユニセックスの商品ですから。それにしても出たばかりの新商品なのに使っていただけてるなんて驚きました。香水お好きなんですか？
そうですね。今の職業が化粧品関係なので。え？でもさっきは勤めてはいないと。あれは言葉のあやと言いますか。あれ？ヒイラギさん、エイジと何話してるんすか？趣味の話？面白い冗談ですね。さあさあ、みんなのところに戻りましょう。時間がもったいないです。何飲みます？相変わらず強引だな、クズキは。席に戻ると、みんな適度に酔っていて、会話もだいぶ砕けた感じになっていた。エイジ、お前普段何やってんだ？会社辞めてもう1年だろ？ニート期間が長くなると、再就職に響くぞ。もしかして、何か目指してたりするんじゃないですか？あ、漫画家じゃないですか？ちょっとオタクっぽい見た目だし。マジだったりして、ウケる。違いますよ。あの、ヒイラギさん、怖い顔してどうしたんすか？エイジさん、さっき何か言いかけましたよね。会社にはお勤めではないけど、化粧品関係のお仕事をやっていると。あれってどういう意味だったんですか？ああ、つまりこういうことですよ。これ、名刺。え？代表取締役、社長？は？エイジが社長？うん、実は学生時代から化粧品の口コミサイトを運営してたんだけど、急にバズったというかアクセスが増えて、それでサイト運営に本腰を入れたくて会社を辞めたんだ。退職後、以前から手伝ってもらっていたネットの仲間たちと起業。会社は順調に成長していて、最近は柊木さんが勤めているような有名化粧品メーカーとコラボなども行っている。成川英治さん、お名前は存じ上げています。ちょうどうちとコラボをやっていますよね。ええ、つい先日から。あのコラボでアクセスが増えまして、うちとしては感謝しかありません。そんな、こちらこそ取り上げてくださってありがとうございます。あの先ほどはすみませんでした。まさか取引先の社長さんだとは知らなくて。私もです。大変失礼しました。いやいや、ちゃんと名乗らなかった自分も悪いので。というか、せっかくの合コンなのにこんなラフな格好で参加しちゃってすみません。あ、それはクズキさんが悪いと思いますよ。ですね、さっき言ってましたもん。合コンだって言わずに呼び出したって。最低ですね。人としてどうかと思います。いや、俺が言い出したわけじゃ。お前だよね、言い出しっぺは。はあ、何言ってんだよ。お前が先に言い出したんだろ。だよな、こういうことはいつもクズキが最初に。お前らだって止めなかっただろ、同罪だってな。みっともないにも程があるだろう。クズキたちはその後も罪のなすりつけ合いを続けた。あまりにもしょうもないやりとりだったので、俺は女性陣を連れて先にお店を後にした。マジ無理。その後、帰る方向が同じだった柊木さんと一緒に歩くことに。すみません、俺の元同僚たちが合コンを台無しにしちゃって。そんな、成川さんは何も悪くありませんよ。成川さんって社長さんなのにすごく謙虚ですよね。ちょっと珍しいと思います。いや、会社時代の癖が抜けきらないと言いますか、謙虚というよりは卑屈なんですよ。もともと陰キャ気質ですし。奇遇ですね。私もどちらかというと内向的なタイプなので。いや、絶対嘘ですよね。昔はそうだったんですよ。私、若い頃は肌荒れがひどくて、それがすごくコンプレックスだったんです。おまけに敏感肌だったので、自分の肌に合う化粧品が少なくて。そんな頃、成川さんが運営している口コミサイトを見つけたんです。え？まだ人気が出る前でした。今もそうですけど、成川さんのサイトに集まる人たちってすごく親切で、自分に合う化粧品が見つかったのは相談に乗ってくれた人たちのおかげです。そんなことが。その後、自信をつけるためにモデルの道に進んだんですけど、大学卒業後は化粧品メーカーに勤めると決めていたので、モデル業はきっぱりやめたんです。俺がサイトを立ち上げたのが大学生の時だから、本当に初期の頃の話だな。まさか柊木さんがうちの常連だったなんて驚きだ。すみません、身の上話みたいになっちゃって。いえ、嬉しいです。俺、
ヒイラギさんみたいな人たちのためにあのサイトを立ち上げたので、そもそものきっかけは母親が化粧品でひどい肌荒れを起こしたことなんですけど、俺自身も学生時代乾燥肌で悩んでいたので。そっか、同じ悩みを持つ鳴川さんが作ったサイトだからこそあんなにも温かみで溢れているんですね。いえいえ、ヒイラギさんみたいにマナーのいい利用者が多いからですよ。やっぱり鳴川さんは謙虚ですね。自分は一番線なんですけど、ヒイラギさんは？私は二番線です。今日は楽しかったです。それじゃあこれで。あ、待ってください。もしよかったら今度改めて食事でもどうですか？え、それって？もちろん仕事抜きで共通の話題も多いことですし、じっくり話したいなと思いまして。それに今日はかっこ悪いところを見られてしまったので、その挽回の機会が欲しいと言いますか。挽回だなんて、鳴川さんが素敵な人だってことはちゃんと分かってますから。いや、ヒイラギさんみたいな美人と一緒に歩くならもっとちゃんとした格好をしたいってことですよ。もうお上手なんですから。でも嬉しいです、誘ってくださってありがとうございます。では日取りは後ほど。はい。数年後。エイジ、ついに明日ね。ああ、あの合コンをきっかけに付き合うようになった俺たちは公私ともに充実した日々を送っていた。口コミサイトは順調に成長していき、会社の規模もかなり大きくなった。そして明日ついに上場する。明日はいいワインを開けないとね。おう。あ、今日つけてる香水ってもしかして？うん、俺たちが出会った時につけてたやつだよ。葵もそうだよね。たまにつけたくなるのよね、思い出の香水だから。俺もだよ葵、これからもよろしくね。うん。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。